森の音楽隊のハローワーク。皆さんこんにちは。森の音楽隊のハローワークのお時間です。人間はなんでお仕事をするのでしょう。生活のため、誰かを助けるため、自分の夢を実現するため。そもそも人間の世界にはどれだけの数のお仕事があるのでしょう。この番組では様々なお仕事を持ったゲストの方に、そんな素朴な疑問をぶつけ、人間にとってお仕事とは何かというテーマを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。皆さんこんにちは。森の音楽隊ボーカルの相川ゆりです。今週も30分東京からお送りします。相川は最近箱根、東京の近くに箱根ってあると思うんですけど、箱根のにある星の王子様ミュージアムっていうところに行ったんですよ。星の王子様っていう絵本あるじゃないですか、サンティアゴ・ジュペリが描いた。そのテーマパークみたいな感じになってる美術館的な場所なんですけど、すごい可愛かったんですよ。南仏をイメージとしたお城みたいなね、外観で、で中は本当に絵本の世界がこうわーって形になって広がってるセットみたいな状態で広がってたんですけど、もともと相川星の王子様の話がすごい好きで、私が書いた「モグラシンドローム」っていう曲の最後の方の歌詞に、大切なものは見えない感じる幸せなパラダイムっていう歌詞があるんですけど、これは、大切なものは目に見えない感じることが幸せの法則なんだっていう意味で私は書いたんですけども、これはやっぱり星の王子様の大切なものは目に見えないんだよっていうね、なんかセリフ、有名な文句があると思うんですけど、それから考えたものなんですね。なので割とずっと昔から星の王子様は好きで、で森の音楽隊は絵本の中から飛び出したようなグループって言ってるぐらいですから、そういう絵本的な世界がとても表現したいと思って、作っているので、なんか森の楽隊の歌詞を書く上ですごく勉強になったなぁなんて思って、とても楽しみました。ぜひ皆様も興味あったら行ってみてください。それでは今週はですね、先週に引き続きまして、森の楽隊のプロデューサーでもあります袋諸沢こと脚本家で映画監督の諸沢和之さん後編をお届けいたします。諸沢和之さんはですね、皆様がご存知の大人気ドラマナースのお仕事をはじめとして、味一問目お金がない、などなどなどたくさんのドラマと映画を作っておられる方でございます。ではどうぞ。森の音楽隊のハローワーク。これだけは自分にはできないなと思うお仕事は何ですか？政治家かな。あ、政治家って大変だなって僕は思うんですね、はい、割とみんな結構政治家って悪口を言うわけですよ、はい、最近もね、いろいろね、夏頃、国会議事の 前でたくさんの人が集まって政権に文句を言ってましたが、まあその気持ちも分かるんだけど、やっぱりすごく難しい立場ですよね、その利害がその相対立してる人の上に立って意見を調節するわけですよね、はい、町内会の解消だって大変だと思うのにさ、そうですよ ね日本国民全員のさ総意っていうかね、はい、それをこうまとめて国を引っ張っていかなきゃいけないわけですよ、はい、そうですよね。どんなことでだって文句言う人いますからね、うん、だから政治家の人は僕は基本的には尊敬をしてるし、自分ができないと思ってるんで、代わりにやっていただいてありがたいっていうふうに思っておりますけれども、なるほどなるほど、大変だと思います。もちろんね、悪徳政治家みたいな人もいてね、賄賂もらったりさ、裏でいろんな癒着があったりとかね、そういうこともあるけれども、でもまあなぜそうなるのかっていうのを突き詰めていくと、そこにやっぱり国民の身勝手な要求が実はあるんだよね、政治家がある前にさ、俺の方だけなんか見て政治してよっていう人がいて、それとは逆の立場のこっち見てよって人がいてさ、その上でさ
まあ、政治家もあっち見たりこっち見たりしてるっていうのがあるんだって。そうですよね。日常生活ですらちょっとしたことですら揉め事ってたくさんありますもんね、うん、よくやってるなと思うね。本当に大変だと思う。俺なんかやっぱ怒りようになっちゃうなと思うそうですよね、うん、では次の質問に行きたいと思います、はい。森の音楽隊とコラボレーションするなら何をしますかこれはねもうすでにあの森の音楽隊のメンバーですけれどもまあね、いろいろ PV も撮りましたし。そうですね、そうでした、そうでした、ね、去年というか、2015年の最初の方に発表した国立ち、ね、はい、ライオンのプライドという曲で、ね、はい、国立フィルムコミッションという映画のロケ地を位置する場所とコラボレーションして、うん、そうそう、はい、だからそれがコラボっちゃコラボだね、僕の立場としては ね、はい、まあ、ね、監督業としては、はい、だからマートギターも弾いてますが、はい、ね、やっぱりこの先ね、あの、まあ、これは実は、まあ、うちうちではずっと言ってることなんだけれども、はい、まあ、ちょっと新しい形のミュージカルみたいなね、はい、とやりたいですねと、はい、森の音楽隊とその、まあ、俳優さんをね、はい、組み合わせて、はい、去年の最後にやったライブではね、はい、まあ、ちょっと短い芝居15分から20分ぐらいなんだけども、はい、まあ、2人の俳優さんと森の音楽隊が生でね絡むみたいな、はい、一応こうそれの試験版というかね、プロトタイプみたいな形でやりまして、はい、まあ、割と評判も良かったんで、はい、そうですね、今後ちょっとそれをね、もうちょっとこうスケールアップした形でね、はい、なんか新しいエンターテインメントが作れたらいいなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、そうね、もうゆりちゃんに頑張っていただかないといけないですけど、はい、いや頑張ります、私もはい、そういう質問の後にですね、とぼけた質問なんですけども、生まれ変わったらどんな動物になりたいですか鳥。あ、じゃあフクロウモロサっていうのはまんざら。フクロウってでもちょっと俺のイメージとフクロウってなんか夜中ポポポってまあフクロウ嫌いじゃないですよ、はい、だから昔ねなんかね鳥になりたいって作文書いたことがあるな。あ、そうですか。小学校中学校の頃かな。え、小学校中学校の頃に鳥になりたいっていう作文を書く子供だったんですか。あ、書いてましたそれはなんと独創的な子供なんでしょういや、やっぱ空を飛ぶってすごいじゃないですか。そうです ね、他の動物はさ、うん、あ、陸走ったり歩いたり、はい、海を泳いだりね、だいたい一応人間もできるでしょ。そうです ね、空飛ぶのだけはできないから、うん、そうですね、いいなと思うんだよね、うん、なんかパタパタって飛んでさ、はい、わーっとこう、うん、なんかね、はい、まあ、大変だと思うんだけど、うん、見てると、いや、そう、私もいいなってたまに思いながら、でもよく鳥の気持ちになってみたら、うん、割とあれ腕疲れんのかなとかそれはもう、はい、うん、こうすぐわーって気持ちよさに飛んでるように見えるけれども、うん、実はもうすごい筋肉使ってるのかなとか。でも風に乗ってさ翼を動かさないでこう滑空してる瞬間もありますよね、パラグライダーみたいな感じで、ね、あれ見てるとさ、はい、うまく風に乗ればいいわけでしょ。そうですよね、うん、いいなと思うな。鳥がいいよ。鳥が、はい、なるほど。ゆりちゃんは何になりたいの。あ、私ですか、うん、いやー、何ですかね。小動物。小動物でしょうね、多分。リスとか。リスとかだと思いますけどね、うん、でもなりたいって難しいですよね。こう見てる分に、うん、なんか可愛いな、好きだな、こういう風なのいいなっていうのはありますけど、うんうん、なりたいってこう難しいですよね、うんうん、そうか、うん、猫、うん、あ、猫ね、うん、あ、猫もいいよね、はい、猫も、猫もいいと思う。鳥か猫がいいな、はい、うん、そうですね、ニャーニャー言ってるいいんだもんね。そう、またそういったまた猫に怒られるかもしれない。怒られちゃうはい、さあ次の質問いきたいと思います。はい、仕事に熱中するあまり自分の大切な人に私と仕事どっちが大事なのと聞かれました。どう答えますか。仕事って言わざるを得ない。これ僕が考えた質問だけど、はい、実際そういうふうに言ったことがあるんで。あ、そうですかすいませんがみたいな。経験1ですね、まあ、その通りの文言ではなかったけども、はい、
まあ、あのね、時期にもよるかもしれないですけどね、はい、やっぱその20代中盤、うん、後半、うん、30代ぐらいの頃ね、うん、つまり、うん、なんとかその映画監督なりね、うん、脚本家なりとにかく世の中出たいと思ってる時期だったんで、まあそう言わざるを得ないというかね、うん、だから仕事が大事だよみたいな、うん、言ってしまいました。言ったんですか。なるほど、答えられた経験があるということ。そうですね、はい、経験があるって言われた方はもしかしたら初めてかもしれないですねはい、では次の質問いきたいと思います。はい、一つの仕事が長続きしないという知人にどんな意見を言いますか。最低3年はやった方がいいって言いますね。おお、できれば5年やった方がいいって。おお、うん、あの具体的ですね。具体的です。はい、自分に合う仕事を見つけてどっか行くっていうのはなんかやめた方がいいなと思ってますね。なるほど、うん、はい、そんなもんはないって僕は思うんで、うんうん、そんなもんがないって言ったらおかしいけども、はい、いやなんかひどい現場だろうがさ、はい、3年ぐらいやると、うん、なんかあの得るものはありますよ、うん、そのそれは仕事のスキルなのかね、それとも人間関係なのかね、うん、分かんないけども、それを得た上で転職すれば次に役に立つけども、うん、3ヶ月とかさ、うん、半年とかで転職しちゃうと、うん、それ何も得ずにその期間は、うん、無駄だったみたいな感じになっちゃうと思うんだよね、うん、そうですよね、うん、よっぽど学習能力の高い方だったら別ですけどね、うん、でその新しくやる方もね、じゃあ今までのスキルがある方が雇う側にしろさ、うん、やっぱりその方がありがたいじゃないですか、うん、横に推移するのはもったいないですもんね。そうそうそう、せっかく始めたことですから、うん、斜め上か、そう上斜めまた違う場所に行けるならいいですけど、うん、横にずっと移動してばかりっていうのは確かにもったいないですね、うん、だから最低3年はやった方がいいと思うし、うんうん、なるべく僕は早く管理職になった方がいいと僕は思ってますけども、皆さん嫌がるけどさ、うん、管理職の方が楽だよ、はい、管理すりゃいいんだもん、はい、皆さんそんな嫌がりますか。嫌がるでしょ、だいたい部長課長部長店長ってみんな嫌がるじゃん、下っ端の方が楽みたいな、うん、わかんないけど社長になりたいって人減ってるっていう。そうですか。いや逆に言うと社長になりたいって言ってこう一人でやられてる方もいっぱい、うん、あそういう社長は別ね、はい、それ個人一人か二人の社長でしょ、うん、はい、で部下10人20人下手すら100人率いるみたいなのはみんな結構嫌がるんでしょ。あそうですね、うん、まあ、責任が大きいからですかね。責任が自分にかかってくるのはやっぱり大変です、うん、責任って考えるとね、うん、みんな真面目だからさ、やっぱさ、うん、この社長になってさ、うん、なんかこう金儲けて威張った方がいいじゃんみたいなさ、うんうん、昔はみんなそういう風に割と特に男の子はそういう風に思ってたわけよ、うん、はい、社長の方が偉いから、はい、だけど今社長になると責任があるからねって思うから、うん、すごくそういう意味では真面目だよね、考え方がね、うんうん、そうですよね、うん、細かいかもしれないですね。もっと大きく構えた方がいいかもしれないですね、うん、そうそうそう、うん、やっぱ自分の好きなことやるにはやっぱり権力と金が必要だっていうのは当たり前であってね、うん、なるほど、やっぱそれを得た方がいいじゃないですか、うん、それではここで3月2日にリリース予定の森の音楽隊の新曲をお聴きください。シマリスト魔法の木。僕が君のことを裏切り君は笑顔で許してくれたね。時には厳しく怒ったりもした。抱きしめて生きてると感じた。僕はいつまでもどんぐりを植える。何もなくなったこの呪文を唱えても何も起こらない。君にはもう二度と会えないのかな。いつだって自由
森の音楽隊のハローワーク。すごく堅実な仕事をしている友人が、自分の夢を追求するために今の仕事を辞めようと思うと相談してきました。あなたのアドバイスは何ですか？辞めない方がいいって言いますね。おう、うん、はい。まあ相談してる時点でね、なんかこうちょっと弱気な感じがするんだよ、ね、あ、意思がそんなこと言わずに、はい、本当にやりたければやめてる気がするんだよね。なるほど。意思がっていうか迷ってる感じがするよね。迷ってる時点で勝てないぞと。まあ勝てるかどうかは知らんけども、自分が幸せになれるかどうかだよね、はい、うん、やっぱり後ろ髪引かれてるわけでしょ、うん、今の安定がいいのか、うん、やりたいことって未知の分野だから、うん、まあ、苦労はしますよね、うん、どっちか迷ってるのは大変だと思うな、うん、やっぱり後で。明らかにそっちやりたいことが勝ってないとやれないと思うんだよね、うんうん、なるほど。だから迷ってんだったらやめた方がいいねって、うん、って僕は言いますけどね。なるほど、うん、まあ、自分は一度も他人には相談したことないですよ。なんかそういう人生の重大な決断をするときは、うん、あの親にも友達にも相談はしない、うんうん、迷うからね。ね、相談するとそうですよね。やめとけよとかさ、苦労、うん、するぜとか言われるからさ、うんうんうん、具体的に言うと最初助監督、映画の助監督やってたけど、やっぱテレビの方をやり始めた時にね、はい、まあこれ感覚わかるかどうかしないけど、やっぱ映画界とテレビ界ってちょっとした対立関係があって、うん、そうですよね、映画界の人間はテレビなんかやらなくていいだろうみたいなね、うん、雰囲気が あるんですよ、はい。で実際テレビの方やるようになった後に、うん、まあ、なんでテレビなんかやるのみたいなことは何人かに言われた、うん、あのその助監督とか制作部とか一緒に昔仕事をしたね、うん、スタッフとかにね、はい、相談したら絶対そういうふうに言われるのは分かってるから、うん、一切相談はしなかったけど。なるほど、うんうん、逆にでも迷った時はどうするんですか？迷った時はね、いや、やっぱそのもちろん迷わないわけじゃないよね。随分悩んでその決断をするんだけれども、うん、その時に人の意見は聞かないということですね。自分の中でシミュレーションするということだよね、うんうん、ちょっと話でかくなっちゃうけど、やっぱり日本は平和でさ、うん、こうそんなにね飢え死にしたりも多分しないだろうし、はいはいはい、やめてもね、あ、うん、なおかつその若いうちは別に、さっきの話とはちょっと逆だけどね、はい、その辞めたということで何かそのダメージを負うっていうことはあまりないんだ、ないと思ってるわけですよ、うん、だから辞めたりするのは僕は構わないと思うけども、うん、たださっきも言ったように辞めるんだったら、その自分がある程度実力なり、その次のステージでね、うん、あの利用できる、まあ、人間関係とかさ、スキルとかさ、そういったものを身につけた上でね、はい、さあやめようと、うん、うん、変な話ね、日活に入った時も3年でやめよう計画を心の中では立てていたわけですよ、はい、入ったのに、せっかく倍率すごい高いところで入ったのにですか？、うん、それはね、やっぱり助監督でやって監督になるにすごい時間かかるのは最初から分かってるんで、はい、助監督室に入ると名札がね、はい、並んでるわけよ、うん、その入社順にで一番下に自分の名札をポッとこう貼るわけだ、はい、ね、そうすると上にさ何十人いるなって数えるんですよ、うん、これ全部追い抜かなきゃ監督にはなれない、ね、なるほど、で、まあ、上から少しずつ監督になるんだけども、はい、さてじゃあその何年待てばこれ自分がトップに行くのかみたいなさ、はいはい、考えちゃうんだよね、はい、そうするとじゃあここで3年間やるとまず退職金が出るね、はい、ってことをまず考えた、はい、それからその間にある程度現場のノウハウっていうのかな、はい、つまり映画ってどうやって作られているのかっていうことと、うん、その間にもしかしたら例えばプロデューサーとかさ、うん、新人の俳優さんでねこれから一緒にやれるような人と出会えるかもしれないじゃないですか、はい、でそのある程度学んだら退職金もらってその金が尽きるまでは脚本書いて、うん、それをどっかに売り込んで、はい、
それで監督になろうっていうのが僕のプランだった。なるほど。っていうふうに3年目にね言ったの、はい、社長に、はい、辞めますって実際に、はいはい、僕辞めますからっって、そしたらなんで辞めるんだっていうか今みたいな話をしたのよ、はい、脚本家としてデビューしてそこから映画監督になる道をね模索しますって、はい、まあ、本書きたいのかって言われて、はい、あそうですねっつって、はい、だったらお前企画部に行かないかって、はい、で社長に言われたのね。1週間考えろって言われて、はいはい、1週間考えて、はい、まあそれもねまあいいかなと、はあね、あんまり自分がプランしてたこととそんなにズレがないから、はい、自分の企画を売り込んで形にできるからね、うんうん、なおかつ給料もらえるんだったらこんないいことはないなと思って、はいはい、1週間後にじゃあ企画部に移りますって言って移ったんですよ。でも逆に言うとそれは人がいてよかったですね。社長さんに言ってよかったですよね。そうですね、はい、うん、まあそれはそうだと思うね、はい、やっぱりこう悩みを打ち明けるわけではないけれどもこう、うん、言ったからじゃあこうしたらいいんじゃないっていう新しい道を与えてくれたというか、うん、やめるって言ったからね、はい、まずね、まあ、悩んでるとは言わなかった、うん、こういう気持ちですっていうのを僕はやめますって打ち明けて社長に言ったんですよ、はい、どうしてだって僕は驚いて、うん、でこういうプランだっつったら、うん、だったらこうしなさいっていう。なるほど、うん、その新しい道は良かったですか。良かったですね、うん、まあ、会社が倒産したっていう根本的な原因っていうのはやっぱり映画っていうものがどんどん斜陽産業になっていって、うん、日本経済自体はねバブルの頃だけども映画産業自体はどんどん衰退していって、それはなぜ衰退していったかというと、まあ、簡単に言えばテレビが出てきたからなんですよね、うん、でテレビが出てきたと同時に映画の観客数っていうのはもう統計を見ればすごく分かりやすいんだけども、うん、映画の観客数は減っていったんですよ、はい、つまり新しい産業に移ったんだよねトレンドがさ、うん、でそれに対して映画界はやっぱりテレビなんてなんだってであんな電気紙芝居だろうとか言ってね最初言ってたんだけどやっぱり時代の流れっていうのはさ個人の力では変えられないんだよね、うん、だからそうすると今テレビは力あると、うん、やっぱそれでそこでいや物を作ってる実際テレビドラマ面白かったんですよその頃はね、はい、変な話日本映画あんまり面白くなかったけど日本のテレビドラマは面白い時期だったから、うん、この面白いものを作ってる連中と仕事した方がいいなって思ったんで、うん、じゃあテレビ行くのは悪くないなっていうふうに思ってテレビの方に移ったんだよね、うん、だ実際面白い連中がたくさんいたその頃はテレビ界にね、はい、うん、例えばじゃあ先ほどの質問でいくとすごく堅実なしている仕事をしている友人が自分の夢を追求するために今の仕事をやめる、うん、やめるんだよって言ってきたらどうしますか、うん、あ頑張りなっていいよ、あ、うん、やめた悩んでるんですけどどうしたらいいですかじゃなくて、うん、やめますと、うん、やめるんだよ僕は、うん、そう来月やめるとか言うんだったら、うん、ただまあどう何するのっていうのは聞くけどね、はい、もちろんプランはさ、うん、だから辞め方もあるよね。つまり今の会社嫌で辞めるのかさ、うん、今の会社である程度どのことはやったと、うん、でこういったさっきも言ったけど人脈とかさできてね新しいみんなでこういう出会いがあって新しいことをやろうと思って辞めるんだったら辞めた方がいいよね、はい、それがプランがあれば OK ですよ。それは前進してるからさ、はい、ここが嫌で辞めるのはさ、はい、それはなんか交代してるからさ、うん、辞めた方がいいんじゃないかなって。なるほど。いつでもこう前に進んでいく道をアドバイスするっていうことですね。そういうことですね。はい、うん、なるほど。本日はですね自分が考えた質問に自分で答えていただくというそういうちょっと珍しい機会だったと思うんですけれども最後になります。あなたにとってお仕事とは何ですか。自己表現でしょうね基本的にはね。まあ、もちろんねそう簡単にねそこも言い切れないところもあってやっぱり人は生活をしなければいけないから、はい、生活の糧でもあるんだけれども、はい、自分にとってはねやっぱり自己表現の場として仕事を選んでるっていうふうに思ってますね、うんうん、なるほど。だから自分ってことですよ。自分ですね、うん、仕事イコール、まあ、そういうことですね、はい、うん、だからそういう芸術家みたいなね、はい、まあ、音楽とか映画とか絵画とかそういうのをやってる人にとって自己表現ってものすごいダイレクトに分かりやすいけれども、うん、普通に会社に勤めていて営業職やったり、うん、まあ、事務職やったりしててもね、はいはい、そういう部分ってのはあると思うんですよね、うん、で
やっぱりそのそこをうまく見つけられれば仕事って面白いはずなんですよ、うん、そうですよね、うんうん、もし自分の仕事が今面白くないとかお金を稼ぐためだけに仕事してるからって思ってる方は、うん、もしかすると自分をこの仕事でどう表現しようって考えると変わるかもしれませんね、仕事ということに対してとか、うん、そう思いますね、うん、どんな仕事でも効率よくやるとかさ、うん、こういうふうにやった方がよりなんか効果が上がるとかさ、うん、工夫の仕方ってあるし、はい、そこに自分が出ますからね、そう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 、うんうん、でそれ工夫できると面白いことだと思うんだよね、はい、そうですね、はい、たくさんお話をお聞きいたしましたけれども、はい、はい、自分の質問に自分で答えるという機会は どうですかいやいや、なかなか面白かったですね。はい。まあそういうね、ちょっとどうやってみんな答えるのかなって、自分はこう思ってるけどどうやって答えるのかなっての聞いてみたいみたいなことはあったんでね。うん、なるほど。はい、まあ、それは面白いですね。私もじゃあ質問を考えてみようかな。そう、いやだから質問を考えるっていうことも自己表現ですよ。はい、そうですね、うん、なぜその質問を考えたのかってね、考えた人の個性が出るんだよね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。本日のゲストは脚本家で映画監督の諸澤和之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今週は脚本家で映画監督諸澤和之さんの後編をお届けいたしました。たくさんお話お伺いしましたけれども、日々をにちゃんと向き合って生きているかどうかみたいなことが、そのドラマを作るものを書く上で重要なんだなっていうのが、あのいろんな話からすごく、分かったというかね。なんか相川はものを、歌詞を書いたりとかですね、お話を書いたりということをしますので、自分がちゃんと経験して感じたことじゃない限りぽいものにしかならないなっていうのはすごい思っていて、取ってつけたどっかで聞いた何かのぽいものみたいなものにしかならない気がしているんですね。あそこで本当に自分が感じたものだったりを、しっかりと心に刻み込んでですね、それを物語に反映していけるような人間になっていければななんて話を聞きながら思いました。皆様はいかがだったでしょうか。この番組ではですね、皆様からのリクエスト、こんな質問をしてもらいたい、こんなゲストに出てもらいたい、こんなカバー曲を歌ってもらいたいとかですね、様々な質問なども受け付けております。森の音楽隊のホームページ、森の音楽隊 .com よりお願いいたします。そしてこの番組は東京都の国立市にある国立 FM、 そして北海道の西胆振地区を中心とした FM ビュー、そして Y ラジオでも聞くことができます。過去の放送のアーカイブは国立 FM の YouTube チャンネルにていつでも聞くことができますので、気になった方はぜひ過去の放送もチェックしてみてください。また次回も様々な人間のお仕事について追求していきたいと思います。お相手は森の音楽隊ボーカルの相川由里でした。ひろくまちゃん、ありがとう。